こんにちは。どうも、頑張ります。ありがとうございます。いや、こっからだよ。はい、上腕でこれだから、風を起こそう。はい、起こせると思うから。仕込むことは仕込んできたから、あと火つけて回るんだよ。ね。よし、俺ぞ。自分でする。ちょっと。後ろにも出しますよね。出して。上の方に。はい、これも横の点かな。はい、よし。お茶と水どちらがよろしいですか。よっしゃ。テス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 。いらっしゃい。行きます。行ってきます。行ってきます。皆さんこんにちは。行ってきます。頑張ります。はい、頑張ってまいります。ありがとうございます。国民民主党、国民民主党代表の玉木雄一郎です。今日から選挙戦3日目となっておりますけれども、今日は選挙が初めてこちら地元香川に戻ってまいりまして、そう長くない滞在時間ですけれども、県民の皆様にしっかりとこの選挙の位置づけ、意気込み訴えていきたいと思います。玉木雄一郎です。香川の皆さん、四国の皆さんの力が必要です。ぜひ香川1区、2区、3区関係なく、2枚目の投票用紙には国民民主党と、そして1枚目はもちろん綾川町の皆様には玉木雄一郎とお書きいただきますようよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。お手を振ってのごせ、玉木雄一郎本人しっかりと見えております。ありがとうございます。どうもありがとうございます。頑張ります。いつもありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。よく見えております。お手を振ってのご声援ありがとうございます。ご無沙汰しております、玉木雄一郎です。ありがとうございます。どうもありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。わざわざ出てきてありがとうございます。玉木雄一郎本人、玉木雄一郎本人、玉木雄一郎本人でございます。ありがとうございます。ちょっと小さいとこ入りますか。入りますか。うん、はい、でゆっくりめでちょっと流して、はい、川津はどっか行こうかな。じゃあもうちょっとコンビニのところ行って右行こうかね。玉木雄一郎本人、ありがとう。みんな頑張ってね。玉木雄一郎本人、玉木雄一郎本人です。ありがとう。 YouTube のチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。玉木チャンネル、今日10時半から玉木チャンネル、玉木チャンネルライブやりますので、ぜひ見てください。スパチャも待ってます。こちらは玉木雄一郎、玉木雄一郎本人でございます。ありがとうございます。多くの皆様にお集まりをいただきまして、戻ってまいりました、帰ってまいりました。玉木雄一郎です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。テレビのクルーの皆さんもありがとうございます。よいしょ。私は今全国を回ってるからよくわかるんです。有権者の皆さん、特に香川県の皆さんはいろんな意味で意識が高いから、栄の皆さん特にそうですよ。だから政治とかで自民党ですからそれ分かってる。だったら野党はどういう政策で我々の暮らしを良くしてくれるんだ、どうやって新しい産業を作っていくのか、町の活性化を作るのか、それをちゃんと語ってくれというのが多くの有権者の思いじゃないでしょうか。だから私たちはもちろん政治と金の問題、これは厳しく追及しなければなりませんけれども、今回の選挙戦では皆さんの手取りを増やす経済政策というのを掲げて今回戦っております。香川県の皆さんには後押し5000円賜りますことをお願い申し上げ、国民民主党代表玉木雄一郎からの、ここの選挙戦初めての香川県内における街頭演説とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。ただいまの訴えは玉木雄一郎、今日選挙戦3日目、初めてここ香川に帰ってまいりました玉木雄一郎本人でございます。はい、はい、さあ行きましょう。じゃあマイクお願いします。お、家から聞こえた、嬉しいね。家から聞こえましたと、まだ大きなマイク失礼いたします。ただいま到着いたしました、玉木雄一郎本人。ありがとうございます。玉木雄一郎本人でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。玉木雄一郎、どうもありがとうございます。
おはようございます。どうもありがとうございます。忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。忙しいところすいません。ありがとう。みんなこんばんは。ありがとうございます。頑張るぞ。ありがとうございます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 。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。まだ後ほど。よいしょ。千田さんどうも。はい、改めまして皆さんこんばんは。今日は大変ね、夜の時間でお忙しいところお集まりをいただきましてありがとうございました。繰り返しになりますけど、愛知県、岐阜県、それと静岡県ですね。この辺りがすごく大切になってきますので、ぜひ皆さんの後押しご声援をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張りましょう。またよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。よっしゃ。はい、行きましょう。今までの選挙戦の手応えいかがでしょうか。手応えは、確かな手応えを感じています。これをね、手応えじゃなくて実際の票と議席につなげていくために、これからの活動が大事なんで頑張ります。ありがとうございます。最後ね、喉の調子いかがですか。いいです。世良正則さんに教えていただいたアイシングをしているので、まだ声が出てますから大丈夫です。はい、ありがとうございます、はい、頑張ってください。はい、それではただいまより玉木雄一郎西部決起集会を開会いたします。直前の子供たち、いやー、振り返りのビデオ見ましたけどね、感動したというか、やっぱ多くの人にお世話になったなという感謝の気持ちでいっぱいですね。頑張っていきます。はい、頑張って。皆さんこんばんは。国民民主党代表玉木雄一郎です。今日はこの西部決起大会にこんなにたくさんの方にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。感動しました。選挙のたびに消滅するんじゃないのか、メディアの皆さんからいつもご心配をいただきます。余計なお世話だなと思ってるんですけど、ただなかなかこの間の歩みは簡単なものではありませんでした。私どもの規模の党をですね、維持し、党勢を拡大していくのは簡単ではございません。でもそんな中で、我々が頑張らない限り、いや、私たちの立ち位置や政策を広げていかない限り、日本は良くならないんだと、その信念のもとで、これまでやってまいりました。こうした場を設けていただいた運営の皆さん、自治体議員の皆さん、ボランティアの皆さん、駐車場整理をしてくれた皆さん、すべての皆さんに本当に感謝を申し上げます。皆さんが一人かけてもこの会はできなかったし、玉木雄一郎、思う存分活躍することはできなかったと思います。これから残り10日間、また全国を飛び回って仲間を増やし、そして本当に子どもたちに誇れる政治を取り戻すために、全身全霊走り回ってまいりたいと思いますので、どうぞ皆さん、引き続きの最後の最後までのご支援ご協力
お願い申し上げまして、玉木雄一郎からのお願いを一体に開催していただきます。ありがとうございました。頑張ります。声高らかにご賞をお願いいたします。それでは頑張ろう、ありがとう。はい、頑張ります。ありがとう。ご無沙汰します。さんどうも、よく来てくれた。ね、ありがとう。気付けてね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。あ、よく来てくれた。ありがとうございます。よく来てくれた。もうありがとうございます。親父おった？うちの親父。こんばんは。あ、ほんま、あ、おったんやけどな。ありがとうございました。頑張ろう、行きますよ。はい、では行きます。せーの、頑張ろう。せーの、頑張ろう。オッケー、ありがとうございます。